tore myself apart, cause now I know that you're so cold. Do you ever think about me when you're lying on your own? Now you're hitting me. お名前をお聞かせください。はい、神野忠介です。出身はどちらでしょうか？愛知県の名古屋です。ニューヨークは何年になりますか？もうすぐ11年ですね。アーティストになったきっかけは？きっかけですか？はい、きっかけは特にこれっていうのはないんですけど、ニューヨークに来て、その11年前にで、アートスチューデントリーグっていう学校がニューヨークにあるんですけど、そこに行って褒められたのがきっかけで、そこからのめり込んでいったっていう感じですね。神野さんの作品を、何とお呼びしたらよいでしょう？近代アート、コンテンポラリーアート。コンテンポラリーアートだと思いますけどね。そういうちょっと、クラシックな、そういう、教育通ってないんで、現代美術じゃなくて現代アートっていう感じですね。現代アート、はい、と思います。カテゴリーとしてはコンテンポラリーアート。コンテンポラリーアート、はい。今回の作品のコンセプトをちょっとお聞かせいただきたいんですけど、全体的にはやっぱりゲート、扉とか、その扉に貫通するとか、うん、あとはこう裂け目から何かが出てくるような、そういうものを大まかにコンセプトとしてはやってますけど、全体的にはこの展示会のコンセプトというか趣旨としては、その作品に対しての、距離とか角度なんかをすごく意識できるような、展示会に なってるんじゃないかなとは思います。じゃあ2021年の目標、やりたいことは何でしょう？まずはちょっと奨学金をゲット、奨学金というかグラント取って、はい、その金銭面で困らないようにしたいなっていう作品作るときに、これはまあ結構現実的な話ですけど、はい、すごく重要というか、大切なことですよね。スタジオキープして、はい、材料費確保してっていうところがやっぱり一番厳しいんで、でやっぱりアメリカ、ニューヨークはすごいそういう、ファンドくれる、企業とか、財団がすごく多いんで、それにちょっと挑戦して行きたいなと思うのが一つと、やっぱりもう一個2021でしたっけ、2021はそのやっぱり大掛かりな作品作りたいですね。人が入れたりとか、もうちょっと大掛かりな作品を、若いアーティストにメッセージをお願いいたします。はい、アーティストレジデンスよく行くんですけど、やっぱり日本の人って結構少ないんですよね、日本から来る人って。でもアジアだと韓国、中国とか結構行くたびに韓国の人とか中国の人いるんで、日本の若い人ももうどんどん飛び出して海外で活躍してほしいなと思います。で、広げていきましょう、アートを。